にするちょっと待ってこっちは言ってるやからさ一番楽しいわよみたいなちょっと待っていいんだけどねお魚はめっちゃ美味しいあそうなんですか広島の人はなんか中がぐっと縮まったと思う瞬間あ瞬間個人的な話して、うん、自分と私と好みが縮まったのはリハビリできつい走りを共にして春共にしてグッと縮まったそれはありますわ確かに被ってましたからめちゃくちゃしんどかったずっと自分の松本さんにちょっと行ってる中行ってる無理みたいな短くしないで絶対しないんですよそれ言ったら言い過ぎたかしらんけどもう意味わからんぐらいしんどいね最終日はマジであれは重宝失神するからもあんな普通のメニューより一番きついですよねあれ普通あリハビリメニューじゃないぐらいそれでも普通の顔してはいなしゅーみたいな見ててもそう思ったかもしれないあの時のあのグループめっちゃ泣きやすいみたいかやばいみたいだから3人で走ってた3人だったでも違ったんだよ一緒には走ってうん一緒には走っていくえ私一緒に走ってます自分もジャニーズの時でしたけどもう3人がちょっと早めの動きでもう次はこれなんかと思ってもう怯えてやばいどうしようと思ったら4人もう1人だと思って4人で話してそう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 なんかぐるぐる回るみたいな誰だろうなかったかそれの1人めっちゃ可愛かわいいじゃん一緒に全然グッとないじゃん結構走れる方あんまりすばしりとかです試合中でチームのために走るとかチームのために犠牲して走るやったらいけるけどすばしりで自分のためやったら走れないタイプだからあれはもう人生で一番しんどかったかもしれないじゃあ多分割とさうちらは多分ああいうのさ、まあ、得意なタイプ、ね、得意な方だと思うから多分それにまつもう全然もうついてもうあれはしんどかった全然無理ですああいう走りはもう無理ですめっちゃきつかったいっちゃんきつかったほんま一年を通して暑かったし、ね、松本さんは多分あれ水泳やってたから多分これ陸の暑さ陸で走る暑さは分かってない絶対そうですよ、ね、それはもうあれでしたか、全然いつも言ってることやから陸のことを分かってる多分水中から出てきて水中は常に冷たくてもういい敵読んでやるってことやしそう思ったら陸の中であの暑さであの走りをするのはもう多分分かってなかったうちらが知らせてあげたっていうそうですねであれ以来ないですもんあの本当あれ以来でやっちゃいないあれはほんまにちょっと自分でミスったと思ってると思うやらせすぎてそうなんか他ありますかみんなもう個人的でもいいですよこの選手とみたいな軍団はどう縮まったい本当軍団っていうのは、まあ、水木と浪江とリオなんですけど、まあ、水木とは、まあ、去年一昨年バニーズで去年のチームで一緒のチームやったから、まあ、知り合いっていうのは知り合いでで多分水木と最初浪江とリオが仲良かったんですよでたまたまそこに隣に座ってた自分があじゃあここでもうあのコストコ行こうってなってでコストコ行ってでそっから仲良くなりましたでそっからもう水木はもう徐々にこうフェードアウトしててそれもう一緒にすぎて水木はやっぱ人とは一定の距離を保ちたいタイプでしかも誘ってもうほぼ来ないんですよで来てもう2時間遅れとか2時間は遅れますよ2時間もう5時集合って言っても来るの7時とかもうなんでかなり時間にルーズなんでこっちも誘うのを もう誘いたくないじゃないですかこんな時間にルーズだとこっちは待たされてる身やから、うん、だからもう水木はまあ10回に1回ぐらい入るぐらいですかねあえて遅れてきてるんじゃなくて遅れちゃう遅れちゃう多分何なんですかねもう何なのなんであんなに時間にルーズなんか多分広島の人はなんか待って違います？でもルーズにできる人と時間が違う仲いいけん、うんそれの3人ってダメ？ダメ仲良くても自分は絶対に10分前には集合するでだから結構浪江とリオを迎えに行ったりするんですけど、まあ、例えば3時に行くでって言ってても自分2時50分に玄関で待ってないと切れるもう鬼でするちょっと待ってこっちは行ってるよ
十分前集合やみたいな。人として十分前集合当たり前ですって割り切れる。まあまあ早い。いやすごい。もう絶対もう下で待ったりと地盤もマジで切れます。え3時って言ってんのに、まあ、そうそうそう50分じゃないとダメ。そう、その10分が大事。3時の意味ないや、ほんとダメダメダメ、それはもう絶対自分の中でルールなんで、だから自分遅刻とかしたことないし寝坊もしたことないんで、多分時間だけには正確なんでと思うと、水木はほんまにルーズなんですよ。で、そういう時に限って帽子とかかぶってくるんですよ、ニット帽。だからニット帽に1時間ぐらいかけてるんじゃないかって選ぶのに絶対可愛いけど、遅刻するだけ絶対に人も変わってるんで、あと1時間ぐらい人も変わってるって言ってる。しっかりだからもうみんな時間には正確に生きてください。すいませんでした。じゃあみんなの、じゃあ広島のお気に入りのスポットを言ってください。お気に入りの場所、おすすめの場所。三段橋。三段橋いいよね。行きました、ね、何しに行ったんですか。したあー、うん、めっちゃいい、めっちゃ良かったよ、うん、涼しいさ、ほかほかあります。みなさん、しまなみ、海道とか江田島とか、なんかその辺、あの辺はやっぱりめっちゃ綺麗。何回か去年も夏場にだけど、なんかめっちゃ綺麗、景色が、海も、だからすごい。あー、はい、だから美味しい食べ物とか教えてほしいです。食べ物屋さん何が好きなの。まあお寿司とか、まあ、海鮮系が好きですね。海鮮系は、じゃあ寿司ロちょっと待って、ちょっと待って、寿司ロー、寿司ロー美味しい、寿司ロー美味しい、美味しい、美味しい、美味しいよ、美味しい、美味しい、チーやと思ってる。広島のグルメ、グルメの人みたいな。本当本当。寿司は一番美味しいですよ。あの回転寿司、なんか自分一番好き。それこそさ、だから島並み海道とかさ、江田島の辺は海が綺麗だし、そういうお魚はめっちゃ美味しい。あ、そうなんですか。うん、自分なんかそっちだからニモとかの魚系がいると思いました。わかります？そういう熱帯魚的な。あ、分かんない、ニモもいるかもしれないけど、いる、いないか、その辺にニモいるんだ。ニモってどこにいるの。なんかあの、なんかニモ水が綺麗なとこにニモって、そういうのじゃなくないですか。そう、沖縄とかそういう、じゃあそんな透き通ってるんですか、海、沖縄みたいな。分かんない、私は透き通って見えたよ。あ、じゃあ海鮮食べました。海鮮食べた、美味しかったですか。美味しかった、美味しかった。じゃあ行ってみます。行かない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 、行ってみます。絶対行ってよ。そう、海鮮で美味しいとこ知りたい。タイ、タイ飯とか、はい、タイ料理が美味しかった。タイ料理、タイ料理、タイ、タイ、お魚のタイですよ。はい、ポニョンとこ、そうそう、ポニョンとこ、トモノ、トモノ、ラトモノ、ラそうそう、尾道とか、あっちも、あの、タイ飯とか、はい、タイが売りなの。あ、そうなんですか。調子かった。それは行ってみたい、ガチで、うん、はい、あれ、ガチで行って反応だよ。ここなんですよ。あ、そうなんですか。ポニョの、なんか、の場所、そうなんですか。1時間ぐらいですか、ここから。いや、もうちょいかかる。あ、そうなんですか。1時間ぐらい、2時間ぐらい。じゃあ、次行きます。はい、お互いの第一印象。あ、じゃあみんな、春菜さんの第一印象言っていきましょう。第一印象だから、今じゃない。あ、でも、ってなりましたね。なんか、え、なに、初めましてよりなんか先に言われた気がする。サッカーの時しか知らなかったって分かるのか。じゃあ自分のいいとこ言ってください。一個すごいいいなって思った出来事は、ずるい、なんかまだ何言っても許されない。結構悪いです、ちょっと。やめろよ。